ミシャ・メンゲルベルクはオランダのジャズピアニストで作曲家。1961年にガウデアムス国際作曲歌賞を受賞した。2006年にはメンゲルベルクの生涯と活動を初めて取り上げた80分のドキュメンタリーアファインが DVD で発売された。指揮者で作曲家のカレル・メンゲルベルクを父にウクライナのキエフに生まれる。父は20世紀前半の大指揮者。 ウィレム・メンゲルベルクの甥いであり、父の弟トルドルフも作曲家で指揮者であった。一時的に建築学を学ぶが、1958年に、デンハーグ王立音楽院に転学して1964年まで音楽を学んだ。在学中に、ロースドレヒトでも用された、ジャズフェスティバルで優勝する。初期には、セロニアス・モンクや、デューク・エリントンだけでなく、 ダルムシュタット現代音楽講習会で受講したジョン・ケージにも影響を受けており、フルクサスとも接触するようになった。最初期のレパートリーには、かつて忘れられたピアニストのハービー・ニコルスの作品が、含まれていた。パフォーマンス中のミシャメン・エルベルク初めて録音に、参加したのは、エリック・ドルフィーの最後のアルバム、ラスト・デートである。同盤では、ドラマーのハン・ベニンクとも共演している。 メンゲルベルクとベニンクはピエとヌードワイクと共にカルテットを結成した。1966年にはカルテットとしてニューポートジャズフェスティバルに参加している。1967年にメンゲルベルクはベニンクやビレムブロイカーと共同でオランダのアバンギャルドジャズミュージシャンの演奏や録音を広めるための音楽団体を設立した。1969年には アムステルダム電子音響研究スタジオの設立者にも、名を連ねた。メンゲルベルクは、多種多様なミュージシャンと共演してきた。しばしば同胞のベニンクとデュオを組んでいるが、その他の共演者に、デレクベーリーや、ベーター・ブロッツマン、エヴァン・パーカー、アンソニー・ブラクストンのほか、ペットのオームがいる。他人に演奏してもらうために楽曲を提供しており、それらは大抵即興演奏のための余白が、 設けられている。多くのミュージックシアターの公演で監督を務めた。2017年3月3日、アムステルダムの病院で死去した。ありがとうございます。